ばんは。4月15日金曜日夜8時からはミドリン放送局にお付き合いください。私ミドリンこと白石みのりです。この番組は配布化粧品のゆりまる、北海道グルメ特選便、イソンショップ、札幌探偵事務所、食材手箱から美容サロン知事の協賛でお送りいたします。というわけで皆さん、今週もミドリン放送局の放送日やってまいりました。こんばんは。はい、早速ね、チャットに参加してくださっているカイちゃん、ポテチーさん、あと、桜花のみんさんかな、名前間違ってたら、呼び方間違ってたら、教えてください。ごめんなさい。ありがとうございます。こんばんはってことで、こんばんみーってことで。はい、ありがとうございます。それでは、早速なんですけれども、本日の衣装、こちらです。じゃん。ヨンプラ7階にあります、イソンショップさんからの提供でございます。はい、今日は春らしくっていうことで。ぜひ皆さん遊びに来てください。毎週みどりは金曜日に衣装を手に行っております。そういう情報いいって。はい、大岡の谷さん、大岡の谷さんね、 OK です。大岡の谷さん、ありがとうございます。顎の焼きどうぞ。はい、先週はですね、顎にガーゼをつけたまま放送していたんですけれども、こう見たらわかると思うんですけど、取れまして、はい、最新の医療は本当すごいっていうか、それをしりじりと感じたね、1週間を送ったんですけど、まあでも、まあ、ここをやけどしてたせいで、むくみ取りのマッサージが1週間できなかったんですよ、まるまる1週間。なので、ちょっとね、顔むくんでたらすいません。私むくみやすいんですよ。夜とか寝る前に水とか飲んじゃうからすぐむくんじゃうんですけど、はい、そんな感じですから、むくんでるだけですから顔はでかくなってません。はい、というわけで早速オープニングしたいと思います。はい、今週はですね、今日夕方4時から、FM ドラマシティの元新サポーという金曜日の番組に出演してまいりました。はい、今日はですね、先週がラジオお休みだったんですけれども、オープニングで先週どうして休みだったかっていう理由を話した後に、まあ1週間のいろいろな話をして、でいつも相方のブルーショーズさんは、私が顎を怪我して、やけどして怪我してるの知らなかったんで、私にやったら何も言わなかったんですね。いや、昔に会うその今日の伊藤ショップの店長さんが、顎どうなったっていうふうにみんな気にしてくれたんですけど、ショーズさんは知らないから、ガーブつけてる姿を知らないから、なんか普通に番組始まって、1週間トークで、そういえば私やけどのガーブ取れましたって話をしたら、えっみたいな、やけどあるみたいな、まあ最近の医療はすごいなって。そこじゃないと、まあそうでも本当すごいですよ。なんか人工の皮膚みたいなのがあって、シールなんですけど、そのシールを貼っとくと、その皮膚めくれちゃうところに皮膚ができるんですか、新しく。だから普通に、なんていうか、自然治癒も早い、もうある意味人工的な皮もくっついちゃってるんですけど、それを込めて自分でこう直していけるんですよ。すごいって思うと、あ、ムッチくん、こんばんは、ありがとうございます。はい、ちょっとね、チャットの方見ていきましょうか。カイちゃん、そうですね、カイちゃん先週来てなかったね、ボクシング見てたんですか。まあね、あれはね、ぜひね、見ないとね、生で見ないといけないのかな、あのボクシングは。え、なに、ムチ君バカだから、入ってすぐバカだからって聞いてるけど、何ですか。バカだからって何が。はい、最新の医療っていう、ネタでした。ネタでした。ネタでしたっていうのが変だけど。はい、そんな感じだね。あとね、あとちょっと残ってるんですよ、まだ、若干。ほんとね、これぐらいの至近距離で見られると、ちょっとまだ痛々しいねって言われるんですけど、皮がちょっとまだめくれてるので、痛々しいねって言われるんですけど、まあ、こうやってね、取ってたと、あんまりわかんないかなと思うので、はい。あと残んないで、ね、治るといいなと思います。そうか、そうです。だって一回、おかしちょっと迷いましたよね。できるよかな、みたいな。はい。カニがたくさんいるから、カニがたくさんいるから、カニ食べたんですか、カニ食べたんです、え、
緑今整形じゃない してないです、いじったことないです。いや、全然あのね、オオカミさんも違います、してませんから、私全然音楽が、音楽はね、一瞬でちょっとね、音楽一瞬ビビってわけで、機械が あれみたいな、はい、バカだからやけどしたって、わぁひどい、わぁって普通にわぁってこう、はい、そうです、虫くんの言う通りです。でもね、バカやっていうよりもアホアホよりも間抜けそう、だんだん柔らかくしていってもらえればいいなと思う、ゆるくね、そう、ズバッと言われると傷つくから見るのも美味しそう、今日むくんでるからね、なおさら美味しそうかもねはい、それではね、まずこちらの紹介しましょうか。こちら、ハイスペ商品さんの、商品なんですけれども、みどりんが普段使っている基礎化粧品セットです。で、こちらのみどりんセレクトで、本当は先月いっぱいで販売終了の予定だったんですけれども、好評につき今月もまた販売するということで、ぜひ皆さん、買ってみてください。これの使い方はですね、ゆいまーる美容講座というので、YouTube さんに動画が上がっておりますので、皆さん、みどりんがレッスンしているその動画を見ながら、一緒にお肌ケアを、ぜひしてみてください。ゆいまーるへのお問い合わせは、011-662-0077、011-662-0077 となっております。はい。それでは、最初のコーナー行きたいと思います。はい。最初のコーナーは、みどりんトークはい。このコーナーはですね、毎週変わったテーマを設けまして、みどりんがトークしていくコーナーでございます。今日のテーマは、春にしたいことということで、はい、北海道の方もね、雪がね、もうだいぶ溶けまして、もうないですね。道路にも、歩道にもない感じなので、もう春に近づいたんじゃないかと。まず寒いですけどね、外は風が吹いたりして寒いんですけれども、春にしたいことをトークしていきたいと思います。チャットの参加に来てくださってる皆さんもぜひぜひ、はい、ぜひ書いててください。まあ、すぐ書いたことが、虫くんも書いても花にっていうね。私も言おうと思ってた花にね。花にね、したいですね。うん。でも私、したことないんですよ。私が夢見る お花見っていうのは、桜の下に、こう、なんだろう、なんていうんですか、あれ。ランチョンマットじゃなくて。ちっちゃいね、ランチョンマットだったら。敷物を敷いて。敷物を敷いて。シーツみたいなの敷いて、みんなで、なんか、お弁当みたいのをお膳に入れて、作って持ってって食べながら桜を見るみたいな、うん。で、なんか、まあ、家族で行くとしたら、お父さんとかお酒飲んじゃってね、言うとか。で、なんかの、なんか、しんぼったりやってるとしたら、課長あたりがお酒飲んでネクタイ巻いちゃってって、そんな感じなのを私は、テレビとかで見てるんですよ。だから、そういう花見をしてみたいんですけど、したことないんですよね。花見っていうの。皆さん、したことあるのかな？あ、ブルーシートだ、ブルーシート。ポテチェーラ、ポテチェーラありがとう。ありがとう。ライブ参戦、スキー問わず。おー。いや、でもね、春になるとね、外のライブとかもどんどん増えていきますよね。冬場は寒いからとか、雪があるからっていう理由で室内になってしまいがちですけど、春になったら順々にイベントとかも外で開催されるようになりますね。私、春にしたいこと、まあ、私だからなんですけど、私、イベントの司会をよくさせてもらってて、冬場はほとんどないんですよ、イベントの司会っていうのが。もう室内イベントが多いので、なんだろう、自然に歌のイベントばっかりになっちゃうんですよ、ライブとか。で、ライブになると、やっぱ出演してるアーティストさんのライブのパフォーマンスとして、そのトークが挟まるので、司会って実はいらなくなっちゃうんですよ。でも、春とか夏とか秋にやるなんかイベントっていうのは、屋台とか出てるとかもあるんですよ。そういうのをレポートしながら司会をすることが結構多かったんですよね、去年の1年間で。なので、春にしたいことといえば、私は司会ですね。はい。外のステージに立って、横からこうね、スピーカー大きいのボンと置いて、喋る感じっていうか、もう、やばいです。はい。もう、この仕事、大好き人間の私からすると、もう、最高の楽しみですね、あれは。なんで、笑われちゃいましたけど、あれは本当に楽しいです、
私からすると本当に、はい、東京に来てください。ぜひ呼んでください。東京をぜひ呼んでください。行きますね、MC で。ダメだ、そんな古典的な花見。怒られた。純粋にソメイヨシノの花を楽しみます。はい、わかりました。大岡の大岡さん、わかりました。はい、純粋にあのソメイヨシノの花を楽しみたいと思います。はい、すいません。先輩すいません、花見の先輩すいません。まあ、桜って入ってますからね、お名前にもね。わかりました、はい、桜先輩、わかりました。デカラロックを食べながら、デカラロックって何か、ね、びっくりマンション的な感じと千鳥ヶ淵の桜が見たいです。綺麗なんですかね、千鳥ヶ淵だったんですね。千鳥が好きじゃないですよね。すげえとこだったんですね。千鳥が所属している事務所のイベントに行って、ぜひ来てください。いや、私もね、いっぱい事務所のイベントで MC に行きたいなと思うんですけど、まあ、私の所属している事務所っていうのは、やっぱアーティストさんしかいないっていうか、まあ、私みたいな人は私しかいないんですよ。そう、MC したりとかね、お芝居したり、ポンとやってるのは私しかいないので、やっぱそのね、ライブをやるとね、そのアーティストさんがパフォーマンスの一環として入れちゃうのでね、なかなか私に任せられることはないんですけど、残念です。だけど、某理由でほとんど中止になります。あ、ライブですか、あれは。残念。まあそうですね。でもこういう時期だからこそね、いっぱいね、楽しいことをいろんなね、開催してね、みんなで元気になっていけたらいい。機械、グリーン、ですね。北海道いいですよ。もうね、あのね、札幌とかは雪解けましたから、雪道とか歩いて転んじゃうの不安っていう人も、もう今、ウェルカムの時期ですよ。でもまだやっぱりちょっと肌寒いんで、いや、5月のゴールデンウィーク入ったあたりに来るとね、一番気持ちいいのかなと思います。気候的にも。はい。花見の、桜ついてるからね、やっぱね、花見の先輩ですよ。皇居なんですか、千鳥ヶ淵っていうの。へぇ、そうなんだ。実はですね、でも桜が綺麗なところに、あんまり北海道って桜綺麗にバッて咲くことがなくて、まあ、なんだろう、気候も結構冬が続くじゃないですか、北海道って。いつまでも雪が残ったりするんで、なので、あの、やっぱり桜ね、バッと、もう咲いてる、もう桜並木でこうやりたいですね。純粋にあのソメイヨシノさんをこう見学させていただきたいです。札幌的にはでかい関係があるんですよ。あ、だ、唐揚げですか、その、さっき言ってた、八重桜はこれから咲き始める。へぇ、札幌民宿ですか、桜。連休前で、51日前ぐらいですか、でも桜といえば、なんていうか、4月とかのイメージがありますからね。3月の終わりから4月にね、なのに、5月ぐらいに咲いてますから、今回の。新しく、ターミネーター5さん、こんばんは、ありがとうございます。5なんですね。1じゃないんですね。どういうの言うね。すいません、雪が大好き。あ、じゃあ、人工的に雪を降らした感じで。人工的に雪を降らした感じ。北海道ってソメイヨシノ、まだですよね。北海道でソメイヨシノ。まあね、咲いてないですよね。咲いてないですよね。まだね、あの、やっぱ、枝ちゃんだけなんですよ。つぼみもまだできてない感じですよね。残念だな。芝桜だよね。北海道で芝桜、桜っていっぱい種類あるんですか。あれだけじゃないんですか、ソメイヨシノとか芝桜とかあるんですか。へぇー、しだれ桜ってのもあるんだ。へぇー、すごいな、詳しいですね、みんな。私なんか花見したいとか言ってるくせに、私が一番知らないっていうね。誰だな。私が一番知らない。
種類ね。はい。そっか。あと、じゃあ、もう、花見じゃない春にしたいこと。なんやっぱり夏もね、イベント魂に火がついちゃってるんですよ、もう。今ぐらいから、もう着火し始めたんですけど、これ。もう止められないですね。多分イベント入ったらもう、しっかりしなくていいだと思います。はい。もうなんか、そういう、がっちりしたイベント以外でも、本当になんていうか、地域の方々で楽しもうっていう感じのイベントにも、私は去年、もう、ズカズカ出てたので、そういう雰囲気の方が逆に好きだったりします。新聞局が取材に来て、しかもカメラ入ったやつ巻くみたいな、そこまでのイベントじゃなくて、なんか、その、例えば東区だったら東区とか、北区だったら北区の人みんなで、そこの手本をみたいな感じのイベントの司会が結構好きです。あったかい感じがね、好きですね。呼んでくださいと。みんな仲良しって。呼んでください呼んでくださいはい。飛んでいきます呼んでねよ。みんな呼んでね。学祭も呼んでる。違うか。シーズンが、学祭シーズンまだか。学祭です。運動会呼んでね。なんかどんどん違う方向になってたわけだ。はい、ぜひぜひ。本業は司会業。いや、マルチタレントなんで、本業はアイドルなんですけど、MC もやりますし、お芝居もやりますし、歌も歌いますし、はい、ベラベラ喋りますしね。そんな感じで。はい。え、お、あとさん、お父さん、こんばんは。名前変えたんですね。そうですね。言った通り、約束した通り来てくれましたね。来週は、参戦しますって言った通り来てくれて。ありがとうございます。お父さんね、OK です。わかりました。すいません、運動会こっちは2つ、ジャンプバス呼んでください。ぜひぜひぜひ。東京都50メートル走なので、ライク100メートルか。私、楽しみだったら速いんですよ、足。おで、高跳びとか幅跳びとかそういうのも得意です。ハードル走とか。だけどね、長距離になっちゃったりとか、あと球技とか全然ダメ。川岸ダメ。砲丸投げとかなんかピトンみたいな。飛ぶかーいみたいな感じだったよ。はい。全然不得意なんですけど。頑張ります。はい。スポーツ頑張ります。はい。遅れましたが40歳、おめでとうございます。ありがとうございます。はい。はい。ちなみに本日は41回目の放送ですけど。前回ね、40回迎えまして。で、アクセス数も1万6000ですか。ありがとうございます。皆さん。今日のね、放送も、今日の放送は一晩で5万以上に頑張れっていうね、今日局長の方に言われたので、大瀬さんに言われたので、皆さん5万人をご協力お願いします。ありがとうございます。落ちてきちゃった。はい。5万、行くように皆さんよろしく。5万って言ったらね、歴代のトップ5ぐらいに入ってますね。はい、じゃあ、早速でも、番組もね、もう10月なんですね。じゃあ、今日はね、もう一個コーナーがあるので、やりたいと思います。以上、緑トークのコーナーでした。はい、本日の新コーナーでございます。緑クッキング。はい、このコーナーはですね、緑が結構、緑結構料理を作ってたんですよ。過去2回番組中に料理を作ったことがあるんですけれども、それがコーナー化されました。新コーナーです。で、このコーナーはですね、みどりんがとりあえず料理を作るということで、第1回目、まあ2回やってますけど、今回が初回ということで、第1回目は、豚汁を作りたいと思いまーす。まだちょっと肌寒いですから、体の芯からポッカポカってことで、はーい、行きたいと思います。はい、私も好きなんですよ。なので、ちょっと準備をします。エプロンとかつけないとね、料理作るんですが。手を洗ってきました。放送前に。広告いらないとかね、いらないですよ。これね、見覚えある人いるんじゃないかな、このエプロン。よいしょ。はい。なんか歌、料理作りそうですね、これ。すごい。すごい料理作りそう。はい、あります。はい、見覚えある方も多いんじゃないかなと思いますけれど、本日もこの人を使って料理していきますよ。よいしょ。
もうね、おなじみでしょ、緑にナイスをつける姿を。今日で新コーナーといえど、3回目ですから。はい。よいしょ。で、衛生面に気を使って、髪を縛ります。よし、OK! 作りましょう。はい。よいしょ。はい、今日はこちらの材料を使います。よいしょ。電子レンジで作ります、ちなみに。このミドリンクッキングの趣旨はですね、電子レンジで簡単にできる料理をミドリンがどんどん作っていく感じです。感じです。使わずに電子レンジで作っちゃう。そこが大事です。取るの忘れちゃった。すいません。上手回っていいですか？今すぐ使わないの。ですね。客を見ながらやらせてもらいます。はい。まずね。まあ、入れるものは皆さんお好きに。でも豚汁なので豚は忘れないでください。はい。まずね、豚はね、一口大に切っていきます。よいしょ。ちなみに、今回は立ち入り味噌を使うので、出汁は取ってないんですけれども、立ち入り味噌でない場合は、出汁を取ったお水、これは2カップ分なので400あります。用意してください。はい、そして大根。こういうのとか、時間あったら、まあ、ちっちゃい子向けには、型抜きで、型を抜いて、なんかね、キャラクターの形とか、星型とかにすると、結構いいかもしれないね。大根、人参あたりをね、ちょっとキャラクターというか、形にすると、結構、楽しんで食べれるかもしれないよ。大根、どんな感じでいきます任せる。
切りました。はい、2時じゃないかな。これを入れます。さっき言ってたね、2カップ分と400ですねに入れて、それに、クッキングペーパーとかでこう丸く切り取って落とし蓋みたいな感じで作ってもいいので、はい、多分そちらの方が多分いいと思います。必ず温めるときは耐熱容器で温めるようにします。え、どうやって温めたの？おお、まあ、ちょっとね、はい、注意してほしいのが、電子レンジに入れる前にお味噌とか入れないこと。お味噌とか、ちゃんと溶かしきればいいんですけど、溶かしきらないとちょっと爆発とかしちゃう可能性があるので、最初は出汁でお水で、あとは具だけで温めるようにしてください。はい、よいしょ、お味噌登場。はい。
して料理しておお湯気出てるってはい、こんな感じでもうこんだけこう湯気出てるんですけど、これぐらい温まってたらもうお味噌に溶けますので、で、お味噌の分量見てなかったお味噌大さじ5、大さじ5って多くないかそんなこともない、はい、かわいいでしょレシピによると4人前になってるんですけど、まあ1人前のワンカップぐらいだと思うので、これは2人前の目安だと思ってください。
かくなんでエプロンをつけたので、はい、やっぱり味噌入り、いただきます。美味しい、いい感じ。ぜひプレゼントをしてくださいね。